未来に行ってきた人からのなんか未来の様子のレポートが届いてます。ちょっとどうなってるんですかね。未来では AI 美空ひばりに仕事を全て奪われてました。最悪だ。 AI ならまだしも AI 美空ひばりに全部奪われてるなんて残念です。ということで、今日はですね、運転免許を運転免許を、ね、取ったことがある人だったら受けたことあると思うんですけども、あの運転の実技だけじゃなくて学科試験があるんですね。丸かバツで答える二択問題ですけど、例えば赤信号では必ず停車しなければならない、丸かバツか、こういう問題が出るんです。ちなみにこれどっちだと思います？これですね、バツなんですね。これ理由がですね、パトカーなどの緊急車両はその限りではないからと、ね、まあここの言ってることは分かるんですけど、別にこの文章だけ見て罰ではなくないっていうふうに思うんですね。他にもですね、夜の道路は危険なので気をつけて運転しなければならない、丸か罰かね、これ罰です。昼夜問わず気をつけなければならない、わかるけど罰ではなくないっていうね、あるんですよ。これなんかね、例えるならばですよ、あの太っている人はご飯をいっぱい食べる、丸か罰か、罰、お水もいっぱい飲むからこのレベルだと思うんですよ、こんなの言ってることがね。あの犬は可愛い、丸か罰かね、罰、みちょぱとかも可愛いからこれと別に一緒、こっちが、ね、罰になる言われはないと思うんですよね。だから結構こう教習所の問題って作る人のさじ加減によって答え変わっちゃうんじゃないかと思うんですね。例えばですね、すごいネガティブな人が作った教習所の学科試験だと、夜の道路は危険なので気をつけて運転しなければならない、丸か罰かね、問題一緒ですけども、罰、そんなことをしてもどうせ私なんて幸せになれないからこのぐらい暗く考えないと正解できないんですね。一方通行の道路では中央から右側の部分も走行することができる、丸か罰かね、答え罰、寒い日はそもそも外に出るべきじゃないんだよ、バーカ、あーくそ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 、ケロ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 このぐらいネガティブに考えます。他にもですね、自動車運転免許学力試験だった場合ね、この場合も答え変わってきちゃいますね。近所で交互農民戦争が起きていたが仕事に遅刻しそうだったので無視して100キロで車を運転した、どうですか皆さんね、答えね、これは、×日清戦争の原因となるからこの部分はもう別に無視です。これを無視するかどうかですね。続いてこちらです。自動車の窓から糞道をポイ捨てしてはならない、丸か×かですね。これ答え当然×です。糞道を持つときは必ずピンセットを使わなければならない、素手で持つと酸化して重さが変わっちゃいますから気をつけてくださいね。ホンダの自動車が古くなったので山に捨てた、丸か×か、ね、当然×です、ね、これ単語の頭は大文字でホンダと書くです気をつけてください。ここですね、山に捨てるかどうかはもうご自由にどうぞって感じですね。他にもですね、こちら神話教習所だった場合ね、こう神話がすごく好きな人が作ってる教習所だった場合、土砂崩れで道が通行止めになってしまったのでやむを得ず U ターンした、ね、これ、答えですね、×ですね、なぜなら、毘沙門天様の槍が道を切り開いてくださるから怖いですねこれなんかね。続いてラストですね、停車している車の横から人が飛び出してくる恐れがあったので徐行して通り過ぎた、これね丸か×か、答え×ですね、イフリートの息吹があらゆる災いを焼き尽くす子供も焼き尽くしてくれますというわけで、いろんな教習所でした。ありがとうございました。